肘使っていきますからね、ここよいしょ、強さ大丈夫そう、はい、大丈夫です、はい、これこれ、よいしょ、ここここほんと硬いね、で、どうやってどう動かしてたら硬くなるんですか、どこが筋肉が硬くなる理由としてはいろいろあるんですが、基本的には動かし方だったり癖だったりっていうのもあるんだけども、基本的にはストレスです。あ、そうなんですか、はい、ストレス感じたりと、はい、この左側この辺硬いんだけども、この辺はね、基本的には対人関係のストレスだって僕思ってるんです、人間関係が、問題があったりとかするとこの辺が硬くなったりします、思い当たりがなければ、あとは左手を使わなさすぎたとかね、右手と左手の筋肉のバランスが、整っていると実はそこまで凝らないんですよ。あ、そうなんですね、なので、カバンとか持ったりとかするんだったら、右手で持ってたのを左手に変えてあげるとかね、そういう少しの動作とかでも全然かかってきます。へえ。まずはそこ、あとは好きなことする時間を増やすこと。めっちゃしてるんですけどね。雰囲気そうだよね、はい、あとは凝りが来るものとしては、そうだね、皆さんに言ってんだけど、足の疲れから背中に上がってくることが多いから、締め付ける靴下とか履いてあげた方がいいよってお伝えしてます。あれ履いてあげるとね、足の疲れが取れて背中も楽になってくれてっていうことがあるので、あ、そうなんですね。そうですそうですそうです。で、あと私いろいろやるわよっていうのであれば、ストレッチとか、あとヨガとかね。あ、ヨガ行ってます、あ、そういえばヨガ行ってます。ヨガ行ってんの、はい、ヨガ行っててこれか、はい、なんだろうね。あとね、原因こじつけていくなら、遺伝的に硬い人もいる。あ、そうなんですね、あとこの硬さの場合は、ベッドが柔らかすぎるとか、布団で寝てる？ベッドです。ベッドだと今寝てるベッドあるでしょ、ここ、これぐらいの硬さが一応ベストです。結構硬め。結構硬め、かな、凝る原因としては。はい、はい、ちょっと見直してみます。見直してみてください。あと何かな、ストレスとか、でも好きなことやってるって言ったっしね、はい。ね、なんか雰囲気的にそうだもんね。私どこ行っても言われるんですよ、なんか悩みなさそうなの。あ、私もよく言われるんだけど、近しいなと思ったもんね。本当ですか。はいはいはい。いや、でも人並みにありますよね、はい、でも それはありますよ。人間だもん、それはあるよね。明るく笑ってごまかせれる能力が高いというかね。人に言わないとかね、いいことじゃないですか。幸せそうにしてる顔っていうのは持って生まれたもんですから。あ、そうですよね。大切にしないと、はい、その性格も必要ですから。もうすっごい悩んでることあってもね、先生楽しそうで毎日とか、ね、しまいなきゃなと思いながらね。そうですよね。これわかるか、この気持ちとか思うこともいっぱいあるんだけどね。そうですよね、見せたところでね、仕方がないからね。そうです。だから何って言われますよね。それ自分で解決するよって言われますから。そうですよね、自分で解決します、言いません。
しくしてる風の方がなんかいいですね。そうですね。わかるわかる。すごくよくわかるような気持ち。めちゃめちゃ言われるもんね。そうですよね。言われます。自分の好きなことばっかりやって、何がいいんだよとか言って。好きなことをやるにも結構大変なんだぞと思うんだけどね。そうですよね。うん、分かるわ。めちゃめちゃ分かる。私、親にも言われますもん。親に言われる。はい。あ、親にも言われるよ、僕。あるよね。はい。なんなんだろうね、あれね。お前はなんか自分の好きなことばっかりやって。好きなことしかしてないやって。いや、好きなことでも大変なことあるんだぞってね。あの逃げずに自分が好きなことから逃げずに好きなことだけやろうと思うと、うん、意外と辛いよね。そうですね。知ってる。すっごいわかるその気持ち。よかった。なかなかねこれね。そう、わかるわかる。それ他の人から見るとね、はい、すげえ楽しいことばっかり、いいよね自分なんて言われるんだけどね。いやいや、その作業お前大変なの知ってっかお前みたいな。そこに行くまでやみたいな。そこに行くまですげえ大変なんだぞこっちはみたいな。そこ熱く語っても仕方がないからね。そうですね。わかるよそれ、すげえよこれ。僕なんかだったらあの YouTube こうやって動画撮ってるんだけども、はい、YouTube 撮ってなんかすげえ人痛めつけて楽しそうにやってんのお前とか言ってめちゃめちゃ言われるんだけど、いや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 、編集作業どんだけ大変かお前知ってっかみたいな。7分の動画作るのに1時間半もかかるんだぞこっちみたいな。確かに好きなことだけだなみたいな。そうですよね。わかるよその気持ち。自分のやりたいことしかやってないんだけど、そのためにはいろいろやらなきゃいけないことあるからね。その前に仕事してるからみたいな。そう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 。仕事しないとできないしみたいな。これ仕事やからみたいな、ね、これ仕事だからね。すげえわかる。そういう頃はね、あのね、分かってもらえない。そうですよね。でもよくわかるよ。好きなことやりすぎて怒られるからね。先生ちょっとやりすぎじゃないと。いや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 。患者さんに言われるんですか。言われる言われる。患者さんにも言われるし、兄弟にも言われるし。って言われるよね。そうですか ね。気にしないんだけどね、全く、うんうん、ただ心にちょっとトゲが刺さるのね。いや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 、言い返しても仕方がないから言わないけどね。そうそうそう。私子供に冷静に言われますもん、ね、朝って言って、え、なんてなんて、ママいつも好きなことばっかりしてさ、で結局何がしたいみたいな。あ、子供に言われる。子供に言われる。いい人生送ってるよね。楽しまな損やでって言って。いや、ほんとそうだよ、人生。わかるよ、それ。人生一回きりだからね。ね、まあ、輪廻転生があって、まあ、何回も往復するかもしれないけれども、うん、この二十何世紀を過ごすこの人生って一回きりしかないから。そうですよね。今しかできないことは今しかできないからね。そうですよね。だからもう無理してでもやるんだけどね、うん、それは人にはなんかすっごい羨ましく見えるんだよね。そう、なんかいいとこしか見てないからみたいな。時間をやりくりして開けて、うん、その愛前後に仕事入れておいてちょっと好きなことやっと、また好きなことしてとか。言われる言われる。ね、お子さんにね、好きなことばっかりしてるママっていうのを見せとくのいいことだと思うよ。ああいう生き方があるんだみたいな。どうなるかですよね、反面教師になるのか。ああ、そうだね。どうなるかだね。そう、一緒のような人生を生きるとか。生きるのか。そう、まあ、ただな、どうだろうな、今話聞く限りでは、羨ましそうにしてるから、うん、反面教師にするかもね。そうですよね。好きなことして何が悪いと。
思うんですよね。そうですよね。わかる。そのために仕事もやって家事もやって時間を空けてなおかつやってんだから文句言うなお前ら。計画わかんなあ。ここめっちゃ硬い。これが硬いね。ここ。この気温の寒暖差であったりとか、はい、時間に追われてるとか、うんうん、数字の計算めっちゃしてるとか、そういうのがあったりするとね、この辺ガチガチに硬くなったりするところなんですね。で左側よりも硬いので、あ、そうなんですね、うん、もし思い当たりがあればその辺ちょっと改善してもらって、はい、でまあ、右手なので利き手だよね、うん、はい、だったらまあこの辺凝ってるのも当たり前だから、はい、まあ、そんなに気にしなくてもいいかもしれません。最近寒暖差やばいですもん、ね、そうそう、寒暖差でねこの辺硬くなるんですよ。へ、やっとちょっと落ち着いてきたけどね今ね。そうですね、今日は暖かいっす、うん、その寒暖差でこの辺硬くなりますから。へ、ってことはですよ、寒暖差がきつい時にしっかりお風呂とかに使ってあげたりとか、うん、あの服を 着たり脱いだりをしっかりしてあげれば防げるってことなんですね。あ、温度調節、温度調節を、まあ、体でできないので、はい、それだったらもう着たり脱いだりを自分でしてあげること、うん、そうすることでね体の不調とかあの防げることができますから。あ、そうなんですね。そうまあ、まだ若いですけど、これがね、まあ、あと10年後とかなってきた時には、うん、あ、なんかあの先生言ってたな、そういや、みたいな、うん、思い出して、ちゃんとしっかり寒い時は寒いで着る、うんうん、我慢しないってことをね、はい、もう20年経っちゃうと、今度感じにくくなっちゃうんですよ、うん、あ、そうなんですね。気温が感じにくくなっちゃって、うん、あのこの気温の時はこれを着なきゃいけないのを、うん、あの目で見て温度をね、温度目で見てあの着たり脱いだりしてあげるようにしてあげてください。あ、わかりました。そうすると本当ずいぶん変わるよ。よし、僕もっと人にお前楽しい、自分のやりたいことしかやってないじゃないかってもっと言われるようになる。そうですよね。ね、言語も変わるし、言語も変わるしね。そう新しい言語に向けて豊富ですね。令和時代は俺もめちゃめちゃやりきったよって言えるぐらい ね、令和、お前遊びすぎだよって言われるぐらい遊んでやろう。まあ変わんないんだけどね今のね。めっちゃ遊んだわって思ってもずっと遊んでるやんって言われるんですよね、はい、それわかる、それ。いや間に仕事してるからちゃんとこっちはみたいな、ずっとちゃうしみたいな、そうめっちゃ考えたりとかするんだよこっちみたいな、わかるわ。いやお前行き過ぎなんだ遊びにみたいな、いやだから仕事もしてるしみたいな、何が悪いんですかみたいな。迷惑かけてへんよ。そう、分かる。めちゃめちゃ分かる。だってあなたが選んだのはお仕事することを選ばれたんですよねって思うんだけどね。言わないけどね。うん、言うと、でもそんなこと言ったってなって絶対言われるから。あ、ごめんね。もうね、これしかなくて僕にはって言うしかなくなるんだよね。そうですね。それ言うとまたね、もう好きなことしかしなきゃくせに。そう。わかる、それすげえ、これ。あ、ありがとね、ありがとねしか言えないよね。そう。そうなの、ありがとうみたいな。楽しいね、みたいな。そう。それしか言えないよね。めっちゃ楽しい、めっちゃ楽しい、あと5分ちょっと会話ね、あの、はい、差し障りないとこ使わせてもらいます、
あ、でもこれ言っとく方がいいかもね。確かに。楽しいなりにも大変なんだぞ。楽しんでるだけじゃないんですよ。そう、本当それだよね。落胆したりすることもあるしね。うん、首の強さは大丈夫？はい、大丈夫です。はい、以上でございます。よくしょ、ありがとうございます。はい、いかがでしたか。でもめっちゃ楽になりました。あ、そう、はい、よかった。お、体がそういい感じになってる、はい、めっちゃ軽い。よかったよかった。お、軽そうね。うん、ありがとうございます。で今ね、どんな感じかって言ったら、白のカッターシャツをクリーニングに出して帰ってきた状態、綺麗になった状態です。で、これがね、いつまで続きますかって言われたら、着方です。毎日着たらデロデロになって汚れちゃうのはすぐだし、あとちょっと置いといて、着たい時しか着なければ結構長持ちするよね。なので人間の体も同じなんですね。だから今日やった状態から、どんだけ使うかです。使
い方とね。使い方とね。はい、だからそれをね、心がけてもらったら、はい、めちゃめちゃ効果を出すようにはしてますけれども、はい、どんだけ持つかっていうのは何とも言えません。はい、個人差もあるしね。はい、で、当店いつ来いよとかは言いません。でもその代わりね、初めての方または3ヶ月以上来店がない方は再建料っていうのをもらうよっていうふうに言ってます。はいはい、っていうのは、まあ、最低春、夏、秋、冬ぐらいの年、ね、4回ぐらい手入れしてみたらっていう僕らの愛情です。はい、だからまあ払いたくなかったらみんな来るだろうしっていうのでね、はい、やってます。だからその後はね、調子よければそのまま行ってもらって構いませんから、はい、はい、そんな感じです。はい、何か聞いておきたいこととかありますか？大丈夫です。はい、ありがとうございます。よく歌いました。